マルグリット・ド・フランスは、フランス王・フランソワ一世と最初の王妃、クロード・ド・フランスの末娘。サンジェルマン・アンデーで生まれ、1550年にベリー・オンナ・公となった後、サボヤ・公、エマヌエレ・レフィリベルトの妃として、トリノで没した。イタリア名は、マルゲリータ・ディ・フランチア。マルグリットは、父・フランソワ一世の宮廷で、おば・マルグリット・ダングレームや義士。ヤギ氏 カトリーヌ・ド・メディシスと信仰を深め、彼女らと共に知識人のサークルを主催していた。その環境の影響で改革派に少々かぶれたが、深く傾倒することはなかった。幼いマルグリットはカンブレーの和訳の後に、ハプスブルク家のマクシミリアン大公と婚約させられたが、実際に結婚することはなかった。1538年末には、父フランソワ一世と、 皇帝カール5世との間で演談がまとめられ、当時、カールの唯一の息子だったフィリップと婚約した。しかし、不王とカール5世の協調は長続きせず、この話は流れた。不王も、後を継いだ兄王アンリ2世も、マルグリッドの身分に見合う相手を探すことに苦心した。マルグリッドがようやく結婚することになったのは、1559年のことだった。 カトカンブレジ条約に関連し、政略結婚の意味合いを含む形で、サボイア公国のエマヌエーレ・レフィリベルトとの婚約が決まったのである。1559年6月末から7月初旬に、エリザベートの結婚とマルグリットの婚約を祝う縁が開かれることになった。この祝縁では、様々な祭事が行われたが、六月三十日に開催された試合の事故で、 アン里二世は右目を負傷した。この傷は致命的なものであったが、病床のアン里二世には意識があり、マルグリットに対しすぐにでも挙式をするよう命じた。自らの死が口実となって、サボイア公国との同盟関係が白紙に戻されることを恐れたためである。式は7月9日から10日にかけての真夜中の教会で行われ、アン里二世はその日に世を去った。 マルグリットは1562年に、四次となる息子、カルロエマヌエール一世を生んだ。また1574年、老いのアンリ三世と交渉してサビリアーノ及びピネローロをサボイア公国に割上させた。マルグリットは、フランソワ一世の子供のうちで最も長く生き、同年に51歳で没死した。ありがとうございます。